今回は、過去様が愛子様美人報道に影響を受ける愛子様をライバル視かという内容でお届けいたします12月1日、20歳のお誕生日を迎え、青年皇族となられる天皇皇后両陛下の長女、愛子様。それに伴い宮内庁は愛子様のシーンを公開しましたそんな中、愛子様の容姿について秋篠宮家の次女過去様が煽ったというお言葉が注目されています。 過去様は愛子様にどのようなお言葉を煽ったのでしょうか以下本文12月1日、20歳の誕生日を迎えられた天皇家の長女。愛子様学習院大学文学部日本語日本語文学科の在籍中の愛子様ですが、新型コロナウイルスの影響を受け、通学ではなく、リモートで授業を受けておられるといい勉学に励まれる毎日を送っておられるとのことです。学業を優先するために。 愛子様の青年行事1日と5日の2日間に分けて行われました愛子様が成人になるにあたり。公開された写真では上品なグレージャケットに淡いメイクを施したお姿が写っていました SNS。上ではこの写真に対し、美しい、とても美人といった声が投稿されているようにあどけなかったお顔が成長されて、大人びた印象を受けますれていますその文書では。 様々な法と出会い関わることを通じて人と人とが互いに手を取り合い交流の輪が広がっていく素晴らしさを学び前提の経験が今、私の財産となっていますと、これまでのご自身の経験を振り返りつつ、青年皇族の一員として、一つ一つのお務めに真摯に向き合い、できる限り両陛下をお助けしていきたいと考えておりますと、述べておられましたまた、日頃から思いやりと感謝の気持ちを忘れず、 小さな喜びを大切にしながら自分を磨き、人の役に立つことのできる大人に成長きますよう、一歩一歩進んで参りたいと、今後の青年皇族としての意気込みも述べておられますこの文章から、愛子様が非常に高い文才をお持ちであることがわかりますさらに、皇族として立派に成長されていると感じさせます愛子様は以前、天皇陛下にお顔つきかにておられましたが、成長するに従い、 皇后雅子様に似てきたような印象を受けます。上皇様にもお顔つきが似ておられることから、天皇家の地を強く受け継いでいることがわかります。来年は、新年祝賀の儀に青年皇族として、初めて臨まれることになります。その後も単独での公務が始まる予定ですので、愛子様の今後のご活躍が期待されます一方、秋篠宮家の次女、 カコ様も国際キリスト教大学の学生時代に世間から注目を集めていました。カコ様は学生時代、その美しい要望からカコ様のファンクラフができていたことで知られていますまた、ダンスに熱中していたことから、ダンスのイメージを持たれている方も多いかもしれません。2019年10月、カコ様が通われているダンススクールがステージを開催し、そこにカコ様が出演されました数多くのダンサーが集まる中、 カコ様はひときわ目立っていたと言います。カコ様が披露したダンスは非常にレベルが高く、表現力も豊かだと高い評価を得ていましたダンスは一流で、容姿もアイドル並みのカコ様に、多くの人が魅了されていました。世間では長女、マコさんの結婚問題に注目集まる中、カコ様の結婚についても注目されたことがありました27歳という年齢を考えてもいつ結婚しても不思議ではない年齢と言えますし、以前、 結婚時期について、遅すぎずできれば良いと考えておりますと述べられていますマコさんと同じく、カコ様も皇族の暮らしに窮屈さを感じておられると報じられたこともありました。カコ様がダンスに熱中するようになったのもその窮屈な皇族の暮らしを紛らわせるためだったと言いますそんなカコ様は、 マコさんと大変良好な関係を築いておられたことでも視野としてのせいな楽しい時は共に楽しさ兄弟の仲の良さは誰もが認めるものだったと言いまそんなマコさんが結婚して皇室をこった現在、過去様は思いを共有できる存在が身近にいない寂しさを感じておられるかもしれません子様の結婚相手については、これまでも何度か報道されたことがありましたので、そう遠くない時期に子様も結婚し、 功績を離脱される日が来るのではないでしょうか最近世間では、過去様と愛子様を比較する方も多くいるようです。マコさんの結婚問題が長引く中で、秋篠宮家の皇族としての姿勢に疑問を感じる国民が増えてきているからかもしれませんこうより私を重んじる秋篠宮家の教育方針でいくったマコさんのお振る舞いを目にした国民は、秋篠宮家の過去様より天皇家の愛子様を支持するという意見が多く見られますそんな中、 カコ様が煽ったというお言葉が注目されています宮内庁関係者は、この件についてこう話します。カコ様は、愛子様に対する国民の反応をこになってからでしょうかこれまで以上にお化粧や身なりに気を使われ出したようですこれまで以上にお化粧や身なりに気を使われ出したようです。天皇家と皇子家は比較されることも多いでしょうから世間が厳しい目を向けられている秋篠宮家において、 加古様を支持する人々も少なくなっているようです。そんな中で、加古様は愛子様のことを意識しておられるのかもしれません。加古様はもう一度、皇族としての正しいお振る舞いについて見直していただきたいと思います。当チャンネルの乾燥内面の綺麗さがお顔に出るとも言われていますから、愛子様の内面から滲み出る美しさがより美しく、見せているのではないでしょう。顔化粧や身なりも大事ではありますが。 内面も素敵な方になれたらもっとお綺麗になられるのではないかと思います。この記事みんなさんはどう思われましたかでは、このニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。歳の宮愛子様の美しさは外見の、美しさと内面からあふれる品格品一性から感じる神々しさが天皇家を敬愛する国民の目と心に映るお姿への評価です。 よしこさまも皇族としてのご教育を幼い時から受けておられたらご自分との違いを理解できる女性になられていたでしょうね対抗心を抱かれるそのお心では残念な方ですね。過去さまは確かに可愛いですが、歳宮愛子さまとは、質が、違いますね多分オーラのような、にじみ出るもの女優さんやタレントさんの可愛さや、綺麗さではないうちなるものを、歳宮愛子さまには感じます。愛子さまは皇族らしい品格をまと、 リシチカリテリーメッチャイスはずっとも一般的美しさで、ダンアイドル的な美しさですね。最後までご視聴ありがとうございました。まだの人はチャンネル登録と新規動画の通知を受け取れるようにベルマークのボタンを押していってね。動画が面白ければ高評価。つまらなければ低評価。どっちでも良いから好きな方をしていけよな。それではまた次の動画でお会いしましょう。こんにちは。 昨年マコさんが巻き起こした前代未聞の強行結婚により、国民の信頼を完全に失った秋篠宮家。現在その信頼を回復しようと懸命に公務に励まれているのですが、残念ながら効果のほどはあまり感じられないようです。そんな中、12月3日にある小学校の開校150周年記念式典に出席されたノリ様が、 とんでもない礼儀作法を小学生に教養したらしいのですが、中黒中黒一体どういうことなのでしょうか。今回はそちらについて書かれた記事を見つけましたので、紹介と詳しい解説をしていきます。まず一つ目は、久人様に関する話題をお届けします。ここからは一部引用を含みます。さて、今年4月から都内有数の進学校の一つである筑波大附属高校に進学された久人様 入学した経緯もさることながら、久人様の成績がかぐわしくないなどといった報道が今年は相次ぎました。実際に同級生との実力差を実感されるタイミングもあるのではないかと、内情に詳しい区内庁職員は次のように述べています。いささか意地悪な言い方をすれば、同学年の生徒たちと比べて久人様の成績が低いのは周知の事実ですから、推薦されるわけがないだろうという指摘があったのは事実です。 さらに踏み込めば、その成績がつく場を月族だ高で通用するものなのか否かが注目されてきました。そんな逆境の中で迎えた入学から半年が経過した10月以降、やはり久人様の成績がかぐわしくないのではないかとの報道が相次いだのです。私がこれまで聞いた話を総合すると、思ったよりも大学合格につながる成績向上につながっておらず、 逆に同級生らのレベルの高さを改めて感じられているという状況のようです。筑波大付属高に進学される際に懸念材料として取り沙汰されていた、同級生との実力差が持ち上がってきているということなのかもしれませんもともと、お茶の水から筑波に移る決断をした時点で、それはある意味で予想されたことなので、現時点で悲観することなど全くないのですが中黒中黒中黒どうやら悠人様ご自身は、 少し気にされているようなのです。先ほど触れた報道では、久人様の他にの子こ様もナーバスになられているとの指摘もありました。さらに、の子こ様自身が久人様を東大へという希望を持たれているという報道もされていますが、その真偽のほどはともかく、母親としてもう少し勉強に打ち込んでほしいとの思いがあるのは事実なようです。確かに母親が我が子の成績に一喜一憂するというのは、 どこにでもある話かもしれませんが中黒中黒中黒肝心の久人様は今、少し反抗期のような状況とも伝え聞いています。あの世代なら普通にあるようなことだと捉える人もいるのですが、成績面で結果が伴っていないことについて不快なさを感じられているとの見方もあるようです。いずれにせよ。 勉強を嫌がるような姿勢があるわけではなく、進学先が決まるまでまた時間の猶予がありますから余裕を持って望んでもらえたらというのが我々職員の願意なのですが、中黒中黒中黒。以上が一つ目の記事の内容です。何と言いますか、定型更新学制度を使って無理に地区府に押し入れた時点で、悪い結果になるのは予想された事態だと思いますよね。しっかりと入学する前から計画を立てて、 自分の実力で入学して自己実現するならば、それは大変素晴らしいとだったはずです。国民も納得したで少子喜ぶ状況になったでしょう。しかし、実際のところはの子様の欲望が最優先され、実力不足なのに何から何までお膳立てされて畜不高に進学したわけです。最近は悠人さまが反抗期を迎えているといった報道も多くなってきていますが、そうした報道がされる原因は、 母親の問題が大きい気がします。親がこの品格を損ねるような真似ばかりして、一体のり子様は息子をどうしたいのでしょうか。再びノブレス・オブリージがないと受け取られかねないし、愛情と甘やかしを吐き違えるのは久人様の教育にも良くないから、絶対にやめるべきですよね。では二つ目の記事に移ります。さて、秋篠宮ご夫妻は12月3日に、 都内の小学校で開校150周年を祝う式典に出席されました。明治6年に開校した中央区多久松小学校で式典が行われたのですが、今回の秋篠宮ご夫妻の訪問に関してニュースサイトでは、次のような苦言が数多く提されているのです。いい加減、お車代目当ての公務はやめてほしい自分の子供ですらまともに育てられないのに、 教育について口を出すのはやめた方がいい。果たして本当に久人様は、今通われている学校をご自分で行きたくて入学されたのでしょうか。もしのり子様のご希望で畜府を選ばれたなら、豊かな心と健やかな身体を育むことは難しいかもしれません。さらに同式典では、秋篠宮ご夫妻が小学生の生徒たちに継承をつけて自分たちを呼ばせ、さらに生徒全員に敬礼を強要されていたことも話題となったのです。 内情に詳しい皇室ジャーナリストは、次のように述べています。今回、秋篠宮夫妻が敬礼を強養したことが話題となっていますが、実は夫妻が学生たちに敬礼を強養したことは、今回が初めてではありません。以前、秋篠宮夫妻と久仁様が沖縄と北海道の小中学生ら約60人に敬礼を強養されたこともあり、その時もネット上は大変な騒ぎとなりました。 写真や動画付きで紹介されたこちらのニュースに関しても、平民を平服させるのが、秋篠宮家の趣味なのか、まるでヒトラーのようだなどといった、大変適厳しいコメントが書き込まれていたのが記憶に新しいです。また、秋篠宮殿下がヒトラーに例えられるのも初めてではありません。以前殿下がポーランドを訪問された際には、トレードマークの口ひげとも相まって、まるでビトラーのようだと大変驚かれたようです。 以上が二つ目の記事の内容です。さすがに敬礼の強制はなかったと信じたいところですが、秋篠宮家ならばやりかねないと思ってしまうのが怖いところですよね。本当は敬礼ではなく、将来を見据えて天皇陛下万歳を言わせたかったのではないかと勘ぐってしまうほど、今の秋篠宮家のやることには不信感しかありませんよ。今回のことといい。 誤解を招くような行動を取らせるのは本当にやめた方がいいと思いますよね。こうした疑惑を持たれる行動を繰り返す限り、たとえどんなに良い行いをしたとしても評価が変わることはないと思います。そんな秋篠宮家ですが、以前秋篠宮様が皇位継承順一位となったことを国内外に信明する立王氏の例において、とんでもないことをしでかしたのを皆さんはご存知でしょうか 続いてはそちらについて紹介いたします。さて、一昨年の十一月八日に、秋篠宮様が皇位継承順一位となったことを国内外に信明する立王氏の礼が行われれました。天皇、皇后両陛下はその二日前皇居で公務を行われた後儀式のリハーサルに臨まれています。これに秋篠宮両殿下も加わり、装束を身につけられ、本番さながらのリハーサルが行わました。 皇室内にも、年内虚構に対して大きな喜びが広がる中、上皇后道子様も大変これを楽しみにされていたのですが中黒中黒中黒。残念ながら秋篠宮ご夫妻の現在の関係性は決して良好ではなく、二日前に行われたリーサルである事件が起こったようです。内情に詳しい宮内庁幹部は、こう述べています。のり子様は、秋篠宮家への行為以上が確定し、 将来、久人様がご即位遊ばされるのを悲願とされています。儀式に向けての所作の確認などに余念がなく、また現政権とも懇意な関係を築くために、連日関係各所との会談を行うなど、精力的に動かれていました。10月17日に行われた、中曽根元首相の合同葬に家僧出て参列されたのも、引き続き男系男子による高等語時の考えを曲げないでほしい。 との要望を官総理や政権幹部に伝えるためだったそうです一方、精力的にご活動されるのりこ様と、秋篠宮殿下との間には、大きな溝が生まれていると言います。殿下は元踊りじ、ご自身の即位の可能性は感じず、自由に伸び伸びと成長されました。はじめはタスベロギ氏の礼はあくまでも形式上のものであり、自分が高齢を理由に即位自体の特例法を作ってもらえば、 すぐになる人に異常されるはずだ。と軽く考えておられようですが中黒中黒中黒。日々押し寄せるご公務祭り師の所作の習得、皇太子同等のお立場としてのお振る舞いを身につけることあらゆることに傍殺されています。リハーサルでも空を眺めては、なんでこんなことになどとつぶやかれる始末。そういった姿はのり子様にも受け入れがたいものなのでしょう。リハーサルの間も口論が絶えず、 周囲でサポートする者たちも言い争いの節度のなさに迫役していました。さらにこのリバーサルの途中に、秋篠宮邸に一つの荷物が届きました。小室佳代さんからのものであり、中身は殿下が確認された佳代さんのラフ画だったのですが、の子様さまにも一方が入れられたのです。の子様さまはこの絵の意味を佳代さんからの略奪意言と受け取られたのでしょう。リハーサルの途中、空を眺めては、 小室などとつぶやかれていた殿下に対し、みんなが見ている前で感情を剣にされました。そんなにカヨさんからの絵が気になるのですかここで真面目に取り組む気がないなら出て行きなさい。カヨさんと一緒になりたいのでしょう、と殿下に迫られたのです。ノ子様のご心情としては、皇太子同等のお立場として適切に振る舞えない殿下に葉っぱをかけたいというお気持ちのほかに、小室カヨさんと殿下の関係への疑念を、 公の場で明らかにしたいというお気持ちがあったのではないかと思われますすでにマコさんが結婚して、小室家と親戚関係となった秋篠宮家。どうやらその影響は今後も続きそうです。以上が三つ目の記事の内容です。皆さんはどのように感じましたか、小室家代さんが送ってきたラフ画はこの木はどうでもいいとして、夫に向かって出て行きなさいなどというのり子様は、まさに鬼嫁な気がしますよね。 では四つ目の記事に移ります。さて、ニューヨークでの暮らしもだいぶ慣れてきた様子の小室真子さんとケさん。二人が自宅近所を散策する様子や、真子さんが一人で買い物をする様子が海外メディアで報じられているところを見ると、どうやら存分に自由を謳歌しているようです。一体なぜ、夫妻はこんな気ままな生活を送れるのでしょうか。実は、その裏にはある大物貢献人の存在と、 未だに秋篠宮家の手厚い支援があるためと言われています。現地在住のジャーナリストはこのように述べています。おそらくニューヨークの日本総領事館が助けに入っているのでしょう。税金を使ってやっているなら、主権者である国民に説明するべきですよね。そもそも、結婚は自立した大人がするものです。 周りに助けてもらわないと維持できない結婚生活ご本人たちは情けないと思わないのでしょうか。なぜただの一般人を、外務省や領事館が作法としているのかはだ疑問だと思った方はグッドボタンを押してください。